アズーリモーニング金曜日始まるよ。はい、おはようございます。11月19日金曜日、アズーリモーニング始まりました。毎週金曜日、MC 担当しておりますアズーリ所属役者をやっております、役は昴生です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、もう何ですか、もう年末ですね。あと1ヶ月半切りましたね。1ヶ月ちょっと、年末までね、年末の前のイベント、クリスマスが来ますけども、クリスマスまでにはちょっとね、彼女欲しいなと毎年思ってます。別にクリスマスの時期にね、彼女がいなかったことはないんですけど、一緒に過ごした試しがもうないんですよね。その時期ちょうど遠距離恋愛してたとか、直前に別れたとか、ね、クリスマスを彼女と過ごしたことが未だにないんですよ。どうにか今年こそって毎年思ってるのにね。なんかね、クリスマスはもともと縁がなんか、ね、あんまりいい思い出がないんですよね。子供の時から一切、ね、なくてね、まあでも今年こそはと思ってね。でも不思議なのが、一応僕は日本語、フランス語、英語は、まあ英語はまあ適当ですけども、友達話すぐらいだったらまあ話せるんで、多分日本語しか喋れない人のね、3倍はいけるはずなんですよ。いけるっていうのもおかしな話ですよ。3倍はね、なんだろう、アタックする、ね、範囲が広いはずなのに、なんでできないのかなと思ってね。不思議でしょうがない。本当毎年、今年こそはと思うんですよね。だいたい最近会う人にはね、大概女の子紹介してって言うんですよね。ちょっと役場さんにはちょっとって言う。なんでと思わない。そんなにね、自分でも性格悪いとは思わないし、ただ冗談がきつい時があるって言われますね。冗談本当に引くぐらいきつい時があるんで、ちょっとみたいな。はい、で、アズリモーニング始まりました。最近ね、僕気になったことで言うと、結構ね、ニュースにはそんなに大々的にはなってなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いろんなまあ政策が今ね、内閣が変わったりとかして発表されて、で、なんか外国人労働者が今まで多分建設業と造船かな、なんかまあ、永住権熟練者たちがその 2業種だけだったのが、今度13に増えるとかで、永住者、まあ、熟練された方が、まあ、ほぼどんどん更新できて、まあ、ほぼ、まあ、永住権がもらえるみたいな。でしかも家族も呼び寄せて、その人家族 のビザももらえるみたいなのがあって、僕は海外とかに、まあ、住んでたのもあって、まあ、ちょっとやっと日本も結構ね、外国人受け入れる体制というのか整えたのか、それともまあ日本人の人口がね、少子化で、まあ、受け入れざるを得なくなったのか分かんないですけど、まあ、いいことなんじゃないかなとは僕個人的には思います。まあ、でもね、よく言われてるのが、まあ、犯罪が、外国人が増えると犯罪が増えるとか、あとは何ですかね、労働する仕事が、まあ、よく海外とかね、ヨーロッパとかよく問題になってる、外国人の移民が増えると自分たちの職業を奪われるとかいろいろね言われてるんですけども、結局でも移民って言ってのも、まあ、移民、外国人の方が来て、まあ、働く環境といったら、大体日本人が今ね働きたくない職業の方にどんどんついていくことになるので、経済とか、まあ、労働人口増加にはつながるし、いいと思いますしね。あと、もしかしたらね、外国人の方はね、子供持ちたいっていう人も多いかもしれないので、そこまで出会いがあって、結婚して子供が作るとかなったらね、もしかしたら日本の経済が良くなるかもしれないので、僕はね、ちょっといい傾向じゃないのかなと思うんですよね。で、あと犯罪とかに関しては、多分ね、別に犯罪を犯して、来て犯罪を犯したくて来る人ってね、よほど少ないとは思うので、労働賃金とかきちんとね、日本人と同じようにルールを守ってれば、多分そんな犯罪は増えないんじゃないかなとも思うんですけども、まあちょっと、まあ、外国人が増えるっていう
ことは僕はいいことじゃないかなと思ってます。はい、それでは、早速参りたいと思いますが、多分ね大谷翔平選手の MVP が放送中に受賞になるんじゃないかって、あのちょっとね気になってさっき話してました。途中報告できればいいと思います。はい、それではまずこちらの方からいきたいと思います。トレイルフレッシュ室内の方、オゾンの力で殺菌しております。綺麗に保っております。スタッフの方も検温とアルコール消毒やっております。はい、応援メッセージ、番組への応援メッセージ、質問、もしくは、ね、先ほど言った女の子紹介できる場合はこちらの方にアットマークアズパン FM です。アットマークアズパン FM で番組の応援メッセージ、ご質問など、お待ちしております。その場で発表いたしますのでよろしくお願いいたします。はい、続きまして、鳥越アズリ FM はインターネットがテレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。アズパンアットマークアズリンク .com、懸命に番組名を記入の上メールをお願いいたします。会費が1万円1年間有効となっております。はい、番組応援の会、会員募集しております。特典生放送見学、応援する番組 MC とのイベント、生放送中テレビ電話など抽選となっておりますが、参加できますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは早速いきたいと思います。まず、こちらの、ね、放送局の目的としまして、アズリモーニングの方は、台東区の情報発信、地域活性のお手伝いをさせていただいております。そして、今の時間が第1部で、第2部9時からは、台東区にゆかりのある方、ね、オーナー様とかゲストとお迎えしまして、楽しいトークを繰り広げられたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。お付き合いのほどお願いいたします。はい、それでは、行きましょう。まずは天気予報の方から参りたいと思います。天気予報投げてしまーすなんか間違いないし、 PV、 そうです、 PV です。アズリモーニングの方が、新しく PV が、作成されました。そしてあのオープニングの方でもね流れてましたこちらの曲、ね、オープニングに流れてた曲、慣れぬものになれです。この曲は、これまでのテーマソングのスタートアップ、エンディングのトバリに続いて、鳥越アズリ FM の代表が高橋代表が作詞を手掛けました。その歌詞に関西で活躍するマルチシンガー、マルチリンガルシンガーシオンさんが曲、そして歌を乗せて完成したのがこの慣れぬものになれです。シオンさんはエレファントカシマジ、ケツメイシやファンモンなど手掛ける音楽プロデューサー柳マンさんの楽曲提供も受けた素晴らしいシンガーです。はい、まずは、鳥越アズリ FM の、新しくできました PV の方をぜひご覧いただきたいと思いますのでお願いいたします。いけますかね。はい、お願いいたします。Yeah.
はい、ありがとうございました。ね、新しくできましたアズーリの PV でした。こちら、アメ横の方でもね、ま、もしアメ横行く機会がありましたら流れているそうですので、ぜひ確認してみてください。ご覧ください。まあね、毎時間じゃなくて1時間に1回でしたっけ？ね、なってるんで、まあ、4回、1時間に4回なのでね、結構なタイミングで流れると思いますので、チェックしてみてください。ありがとうございます。はい、それでは、天気予報の方から参りたいと思います。お願いいたします。はい、本日、19日ですね、金曜日、ね、もう本当にもう寒いっすよね。もう夕方以降がね、もう一気に暗くなし、一気にもう寒くなってね、なんていうんですか、上着っていうか、もう街灯がないとね、もうちょっとね、危険な寒さかなと思いますよね。はい、今日、晴れ時々曇りとなっております。日中の最高気温が19度。まあ、それでもまだ19度もあるんだ。でももう19度、体感19度じゃないですけどね。もう、はい、続きまして、週間天気予報参りたいと思います。明日20日土曜日が晴れ時々曇り。なんか言い方違うんですね。晴れのち時々曇り、晴れ時々曇りと晴れのち時々曇りはまた、あ、そうか、晴れ中に曇りなのか晴れた後に曇りっていう意味なんですね。なんか初めてね、たまに知らない書き方出てくる時あるんですよ。前もなんかあったような気がするんですね。まあ、晴れのち時々曇りと、最高気温が18度ですね。あさって、日曜日21日が曇り時々晴れ、月曜日22日が曇り時々雨、23日火曜日が晴れ時々曇り、24日水曜日、晴れ時々曇り、25日木曜日晴れ時々曇りと、まあね、安定した晴れ時々曇りが続いております、ね、天気もね、日中の温度もまあ20度超える日はないんでね、肌寒くなってまいりましたので、風邪ひかないように、気をつけてください。はい、続きまして、交通情報参りたいと思います。はい、高速道路の交通情報はございません。一般道路の交通情報になります。都道319号線台東区根岸2丁目付近から273メートル約2分の渋滞、琴戸井通り都道319号線台東区根岸1丁目付近から渋滞337メートル約3分の渋滞と、で、国道4号線昭和通り台東区龍泉2丁目付近から263メートル約1分の混雑、台東区東上野の2丁目付近から、304メートル約2分の混雑と、以上ですね。はい、まあ、渋滞情報が出ておりますので、ことと通りと都道319号線ね、まあね、渋滞情報出てますので、運転される方、ね、道路、まあ、歩行者、自転車の方、道路使われる方、交通事故を起こさないように気をつけてください。はい、続きまして、電車の情報いきたいと思います。運行情報になります。お、なんだろう、車両点検感染予防なんで、まあ京急本線が、まあ、車両点検、銚子電鉄線は、感染拡大防止と、なので他はまあ特になさそうですね。通常運転ということですね。僕も今日ね、山手線、今日ねってことはないですよ、毎週山手線乗ってくるんですけども、なんか今日は山手線すごい空いてましたね、なぜか。でも総武線はめちゃめちゃ混んでて何だったんだろうと思って、なんかあったのかなと。でも特に何もなさそうですね。まあタイミング的な問題だったのかもしれません。はい、ね、なので、特に電車遅延とかないので、まあいつも通り、まあ、出勤ね、出勤と、学校行く方なので、出勤じゃなくて出校でもなく通学か、通学の方はい、いつも通り、ね、投稿してください。ありがとうございます。以上、交通情報でした。はい、続きまして、台東区ニュースですかね。はい、忍ばず池界隈の老舗の魅力を若手アーティストが再発見、開催のご案内になります。台東区芸術文化支援制度対象企画、忍ばず池界隈の老舗の魅力を若手アーティストが再発見が開催されます。令和3年度台東区芸術文化支援制度対象企画の一つの忍ばず池界隈の老舗の魅力を若手アーティスト再発見が令和3年12月1日から開催されます。詳しくは、外部サイトをご覧くださいと。
まあちょっとポスターだけだとなかなか魅力が伝わらないかなって感じなんですけどね。まあ企画名はね、まあもう何回もこれ今の1分以内でも何回言ったんだろう。忍ばず池界隈の新鮮な魅力を若手アーティスト再発見 内容、若手アーティストと忍ばず池界隈の新鮮店舗が競争して新規商品を開発し、その様子を記録したドキュメンタリーなどの映像がオンラインで配信されます。また、完成したアート商品や開発に携わった若手アーティスト、新生店舗などを紹介する展示が台東区内の2カ所の会場で、開催されますと。で、オンライン配信12月1日水曜日、料金が無料と。展示が、松坂屋上野店の本館2階エレベーター前イベントスペース。令和3年12月1日から12月7日までの10時から午後8時まで、申し込み料金不要ですということで。で、若手アーティスト、まあ、アーティストは若手でも若手じゃなくても、まあ、結構面白い作品はいろんな方が作れるんでね、値段、ね、年代はあんま関係ないかなとも、なんとなく思うんですけども。で、どういうコラボをするのか、ちょっと面白そうだなと思いますね。確かに忍ばず池界隈、まあ、台東区結構老舗が多いので、そこに若手アーティストの、こう、新しい、なんだろうね、クリエイターというんですかね、クリエーションの能力とね、ミックスされると、なんか面白い作品とか発見されるんじゃないかなと思うので、ちょっと面白そうだったので、取り上げてみました。はい、続きましては、なんだろうな、あなたと私の、万音百夜開催のご案内になります。こちらもね、芸術関係ですね。台東区芸術文化支援制度対象企画、あなたと私の万音百夜の予約を受付しています。令和3年度台東区芸術文化支援制度対象企画の一つ、あなたと私の万音百夜が令和3年12月4日から令和4年3月13日の間開催されます。今、成し得る音楽をあなたと真の音楽の価値、対話を書き上げるをコンセプトに、台東区浅草橋の会場でコントラバス独奏をお客様と演奏者の1対1の空間で味わう演奏会が開催されます。まあ、詳しくは外部サイトをご覧ください。ということでね、ちょっとね、アーティストっぽい、ポスターですね。これ誰が作ったの？ちょっとね、面白いな。はい、で、公演名があなたと私の万音百夜。コントラバス独奏が内山、調べとけばよかったな、ここ勝重さんかな、すいません。会期が、令和3年12月4日から令和4年3月13日まで、開演時刻が日曜日18時、月曜14時、火曜日が土曜日まで20時、ただし12月31日は23時、1月123は16時、開演ですと。各回60分公演です。とね、まあ、ご興味のある方は、先ほどの外部リンクの方でチェックしてみてください。コントラバスね、コントラバスって僕結構音は好きですけどね、まあ急にね、特にこれ以上 何もない。まあ昔バイオリン、バイオリン奏者とか、音楽家の人も知り合いとかいろいろいて、いや、バイオリン結構耳に響くなと思って。ね、でコントラバスがこう低音なんで聞きやすいなと思って。でも別にね、バイオリンが嫌いとかじゃない。バイオリンもね、すごい好きなんです。はい、ありがとうございます。続きまして、友好都市、南会津町提供、会津高原4スキー場共通リフト1日券をプレゼントします。友好都市、福島県南会津町より台東区へ、会津高原の4つのスキー場で利用できる共通リフト1日券を提供いただきましたので、プレゼントいたします。皆様、ふるってご応募ください。プレゼント枚数300枚、応募多数の場合は抽選となります。スキーやスノーボードで南会津の冬を楽しんでみてはいかがでしょうか。そうですね、共通リフト1日券を提供いただきました。ね、正直に皆さんにね、発表してお配りしますよと。ね、悪い人がいたらね、自分だけの分は確保するのかなと思って。で、共通リフト券が利用できるスキー場は次の通りです。大楽スキー場、南郷スキー場、高畑スキー場、高杖スキー場。で、結構僕もね、東北出身だけど、やっぱ他の県のスキー場の名前までさすがにちょっとね、把握してないんですもん。まあ、福島か。でも、雪多そうですもんね、福島も。だから、いい雪結構あるんじゃないかなと思います。はい、応募できる方、台東区内に在住か、在勤在学の方、応募方法、電子申請、また、はがき。ね、在勤だから僕も応募できるのかな、これ。
で楽しそうですよね、冬にスキースノーボードできたらね。はい、まあね、応募電子申請と、まあおはがきで12月10日まで必着で書きへ郵送してくださいということです。はい、スキースノーボードね、あのレジャー、ご興味ある方ね、結構ねいいと思います。でしかもね、福島遠くないと思いますしね、東京からだったら全然あるじゃない、新幹線でも結構早く着くと思いますしね、日帰りでも行けんじゃないですかね。まあ GoTo これいつ、あれいつでしたっけ、いつ乗れるやつでしたっけ、期限は書いてないのか、いつ使えますみたいな期限はなかったんです。1日リフト券か、まあでもね、雪の間が行けんのかな。そしたらね、もしかしたら GoTo トラベルと絡められるかもしれないんでね、かなりお得なあのプレゼント企画だと思いますので、あの応募してみてください。はい、以上台東区ニュースかな、もう一個いけます、もうまあまあの時間ですねじゃあはい、以上台東区ニュースでした、ありがとうございます。続きまして、企画からのお知らせになります。何かありますかね。はい、トリガーアズリ FM 開局1周年アズリプロレス祭り10団体が熱戦、10月10日、新木場、でプロレスだとあれですよね、10月10日とか結構言わないです、なんかなんだろう 10.10 とかなんかそういう言い方するようななんかねイメージがあるんですよ。10団体が団体の垣根を越えて試合をしましたが、各、まあ、結果はこの次の通りと。はい、2020年10月10日日曜日行われました。ゲスト、スペシャルゲスト井筒監督来ております。そして、代表の高橋代表ね、だっこちゃん人形、なぜだっこちゃん人形にしたの、まだ理由は聞けてないですけども2個スタジオに 余ってんのかな記念に置いてんのかな、すごいな、飛び蹴りドロップキッカーね、女子プロレスの方もね、なんだろう、昔に比べるとやっぱ細くなりましたね。あとちょっと気になるね、ブル中野さんがこの間なんかネットニュースになってましたね、なんか肝硬変かなんか飲みすぎたとかありましたね。ね、本当にプロレスラーの方はね、酷使しますよね、酷使っていうのかな、まあね、トレーニングでまあ鍛えてるから、まあ鍛えるイコールね、体筋肉つけたりでね、ダメージ受けない、トレーニングを酷使というか分かんないですけど、まあ鍛えて、でもね結構お酒飲むイメージもありますしね、プロレスラーの方でまた強そうなイメージがあるんですよね。だから結構ね、後で負担が来んのかな、ね、でも僕ね、アブドラザ・ブッチャーはまだ元気なのかな僕が一番好きなプロレスラー、アブドラザ・ブッチャーなんで、ねでもね、プロレスすごいっすよね。ガードしないっていうのがまずすごいんですよ。僕は空手とボクシングとかやってたんで、まず攻撃と防御両方教わるんですけども、ね、ディフェンスとか、まあ大事なんですよ。やっぱダメージ受けないと。で、プロレスの場合って、もう受ける前提でやってんのがまずすごいなと。ガードしないっていうのがね、いや、格闘技やっててガードしない戦いなんで、プロレスぐらいですよね、多分。いやもうすごい、やってる人は本当にすごいと思う。絶対できないですね。はい、ありがとうございます。女子プロレスマガジンの方にも載っておりますとね。トリガーアズリ FM 10月10日新木場で公演されましたね。これ結構ね、いろんなところに載ったんですね。女子プロレスマガジンが今出ておりまして、ビッグローブニュースにも載ってましたよって感じですよねあ、これシオンさんですね、歌歌いましたよと、ね、わー、これこの技は腰痛くなりそう、ね、はい、こちらが、今ご覧いただいているのは女子プロレスマガジンの方にも掲載されました。そして次がビッグローブニュースかな、違うかな、東京新聞、あ、東京新聞にも載ったと。東京新聞の方はあれか、日本一尖ったネットテレビ追求浅草橋で開局1周年高橋代表の多様なものを見せるっていうのでね、特集というかね、記事載させていただきました。で、井筒監督も今新聞、この記事の新聞を読んでんのかな、今なんだすごいなーみたいな言ってんのかな、1年よく頑張ったなーみたいな言ってんのかな。で、ねえ、
著名人に限らず芸人や飲食店経営者の多彩な顔ぶれの出演者が講座発信しましたとね、木下ほうかさんとかね、ジャガー横田さんとかいろいろ出てますけど、ラウンジのマングラスを傾けた業界の裏パーションを語ったりとかね、あとなんか映画専門チャンネルとかもね、大事にいつもあったことあるんですよね、あの年配の方な、すごい面白い映画半端なく見てる人がいますよね。僕もね結構見てる方だと思ったんですよね。ああもう負けましたね、あの見てる量が全然違う。はい、ね、最初は千葉県でやろうと思いましたけども、まあもろもろあって、まあ浅草にしましたと。アズーリは青色を指すイタリア語、高橋代表のラッキーカラーという、と5つ新聞には赤のマフラーで出てるというオチがねある。はい、まあいろいろね、アズーリも1周年1年迎えまして、まあ、あのプロレスも行いましたと。そして、まあ、あの東京新聞の方にも掲載させていただきましたと。はい、そして、プロレスの先ほどあの流しましたプロレスの方の DVD も発売予定となっております。特典として選手インタビューなど大会に来た方も来られなかった方も楽しめる内容となっております。発売は11月予定、詳細を追ってご連絡いたしますとね、もう間もなく発表じゃないかなとは思うんですけども、ね、ね、これからも、今1周年迎えましたのね、2年目、3年目とこれからも頑張っていきますので、ぜひ鳥越あずりの方よろしくお願いいたします。はい、もう1個ありますかね、はい。はい、元西武ライオンズ羽生田忠勝の一級入魂野球塾、西武 V9 を支えた、伝説の強肩羽生田忠勝があなたのチームに伺います。こんな方におすすめ、あなたのスイング、スローイング、走塁が変わります。他のチームと差をつけたい、選手のモチベーションアップを行いたい、バッティングの基礎を固めたい、本気で甲子園を目指したい。出張費5万円か、2時間で5万円となっております。で、1日のスケジュール、集合、挨拶、バッティング練習、スローイング練習、休憩、走塁練習、質問コーナー、記念写真、終了で、ね、で野球もね、僕は野球、少年野球チームにね、あのちょっとだけ在籍して、まあ、ユニフォームも欲しいから在籍しただけだったんですよね。野球も考えたら、でもいろんなことをやりますよね。まあ、走る、あと、なんだろう、投げるに打つとかね。結構、しかもなんかあのボクシングとか、あ、僕もあの格闘技ボクシングとかしかやってなかったんで、ボクシングだとなんか一つの動作でね、まあ、止まったりしないのは一つの動作なので覚えるんですよ。野球って考えたら不思議なスポーツですよね。まず、ね、攻守がまずそれぞれの時間帯で分かれてて、それによってね、あの動かすあの体の使い方とか違ってくるんで、多分トレーニングどうしてるんですかね、不思議なの野球選手はね。はい、羽生田忠勝さんは57歳、1987年か1995年にかけて西武ライオンズに所属したプロ野球選手で、右投げ両打ちの外野手。1990年代前半の西武黄金期には俊足強肩の貴重な控え選手として、ダイソーや守備固めで起用されることが多く、特に外野から本塁までのダイレクトで届く送球には鉄砲棒肩と評されるほどの強肩の持ち主として活躍した。度重なる故障があったが、15年間在籍し脇役としてチームを支え続けたと、でも15年在籍してるのもすごいですよね。よく聞くじゃないですか、なんかシーズン終わった後になんか放出っていうんですか、戦力外通告とかね受けるとか聞くんで、15年でまあ相当ですよね。で、あ、ごめん、ちょっとだけね、隠れちゃった。鳥越あずりの、はい、FM、羽生田忠勝の日本的には野球の話、パーソナリティが、第1、第2、第3月曜日の11時から放送されておりますので、ね、野球が上手くなりたい方、野球の知識得たい方、羽生田さんの、まあ、ファンの方、チェックしてみてください。はい、以上、曲からのお知らせでした。ありがとうございます。はい、それでは協賛店のご紹介に参りたいと思います。はい、まず、スパニッシュイタリアンロジカさんになります。はい、美味しそうですね。17時19時はハッピーアワーでグラスワイン半額です。いいワインを安く飲もうをコンセプトに常時7種類以上のラインナップをご用意しております。ワインはイタリアンだけでなくフランス、チリ、オーストラリアといろいろあります。メニューもちょっと見てみましょうか。
はい、ね、これがオードブルかな、美味しそうですね。ずっと下に行くと、あとパエリアとかね。あ、これ店内もね、すごいおしゃれなんです。ヨーロッパの駅っぽい雰囲気がね、僕すごい好きだったんですよね。アサリ、赤エビ、ムール貝などの魚介をふんだんに使った濃厚な出汁が味の決め手。当店自慢の本格パエリアもぜひお試しください。はい、いつもありがとうございます。こちらロジカさんでした。はい、続きまして、リボーンさんになります。エキゾチックレザーの専門家であるリボーン、使用する革素材にはこだわりがあります。国内革製品メーカーへ卸される最高品質の最高級皮革の中から特に顔の表情がユニークなものを使用しています。リボンウォレットは、ウォレットは友人同士、夫婦間、カップルなどで共有できる、今までありそうでなかった特許取得のシェアウォレットです。お互いの片割れを持てば、より相手のことを身近に感じられるとリボンは考えています。リボンウォレットの組み合わせは無限大。あなたの愛の形を表現してみませんか。制作はユニークな顔を生かしてくれる腕が確かな職人、比較一枚一枚の生命の歴史を手のひらから感じられる、他にはないウォレットですね。はい、今、財布のご案内いたしましたけども、リボンさんは、オンラインショッピングもやっておりまして、そちらの方でね、なんだろう、携帯、スマホカバーですとか、小銭入れ、名刺入れとか、他にもね、いろいろ、ね、売ってますので、売ってるっていうのを販売しておりますので、チェックしてみてください。はい、ありがとうございます。続きまして、居酒屋りんさんですね。はい、平日16時から19時までは、地域最安値に挑戦、ハッピーアワーを開催しております。日本人の皆様には馴染みの少ないフィリピン料理、フィリピン料理映りますかね、なんかシシックとか、僕 あんま覚えてない。シシックとポークバーベキューしか覚えてない。それ以外にも多分あるんですよね。 でもね、シシックは食べてなんかすごい美味しかったんですよね。ね、その中でも特にポークバーベキュー、チキンバーベキュー、シシックに力を入れています。お肉にバーベキューの味を染み込ませることで、お酒もご飯も何杯でもいけちゃう一品です。シシックは豚の耳、頬の部分を刻み、強い火力で炒め、卵とマヨネーズで混ぜて召し上がっていただくお料理です。青唐辛子のパンチもお楽しみください。この機会にぜひ居酒屋林でフィリピン料理をいかがでしょうか。この下になんかね、さっき、そう、バナナ、特製バナナ、これも食べたんですよね。甘いバナナとこしあんを春巻きの皮で包んでカリッと揚げた一品、サクカリジュワーが最高のデザートです。なんかね、日本だとバナナってなんかそのままね、食べるイメージです。結構海外だとなんか揚げたりとかフランベにしたりして食べるのが多いような気がします。で、僕ね、あと友達の彼出身どこだ、マダガスカルかな、まあ、黒人の友達が主食がね、バナナだけだったんですね。だから大人になってからもバナナは本当大嫌いになったって言ってたやつがありますね。だから国によってはね、主食としてバナナが食べられるんだなと、なんかバナナの葉っぱの巻いてなんか蒸して食べるとか、なんか日本でいうご飯の代わりみたいになったみたいですよね。はい、ありがとうございます。居酒屋りんさんでした。はい、続きまして、串焼き居酒屋紅屋さんになります。はい、こんがりと焼き上げる串焼き、串打ちも一本一本全てお店で行うというこだわりで、長年の培った経験を生かし、鶏の部位により差しを変え、焼き鳥のうまみを逃さぬよう丁寧に行っております。またタレや味噌は全て自家製のものを使用、甘辛いその味は病みつきになること間違いなしです。ぜひ相性抜群のビールを片手に豪華にかぶりついてお召し上がりください。そして、850円からご提供する高コスパのランチもぜひお楽しみください。味噌汁、サラダ、小鉢、おしんこはつき、ご飯はおかわり自由となっております。僕もお昼時行ったんですよね。OL さんとかサラリーマンの方でね、一気に混み始めてました。大人気店ですので、近くに行った方、ぜひ行ってみてください。ポイントカードも配ってました。 はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、アザラシ型メンタルコミットロボットパロの紹介になります。はい、セラピーやトレーニングのツールとして、医療、介護、福祉施設での精神的ケアや、ご自宅で本物のペットが飼えない方のパートナーとして選ばれています。パロとは人の心をケアするアザラシ型ロボットです。パロは本物の動物と同じように人と触れ合うことで、人の心を元気づける、ストレスを軽減する、コミュニケーションを活性化するなどの働きかけを行うアザラシ型ロボットです。パロによるロボットセラピーにはアニマルセラピーと同様のメリットが認められています。
コミュニケーションロボットといっても言葉を介したコミュニケーションはできません。パルはどうした画面が今黒くなる。パルは動きや鳴き声などの非言語的な方法でコミュニケーションを取ります。で、例えば個別に名付けた名前を呼ぶとそれに反応したり、声がけや撫でるなどの動作に鳴き声で応えたり、まぶたや足を浮かしたりで反応します。あの YouTube 動画にね、あの福祉施設にあの連れて行ったパロちゃんの動画がたくさん載ってます。一旦はいどうぞ。あ、びっくりした。はい、あ、カメラの不具合でちょっとね、はい、ね、YouTube 動画でね、あのパルちゃん動画たくさん出てますので、あのね、おじいちゃんおばあちゃんがね、すごいあのしわくちゃにした、あのすごいなんとも言えないね、ほっこりした顔でいい笑顔を出すのがね、僕好きなんですよ。あのね、そういう動画いっぱいありますので、あのぜひ YouTube の方チェックしてみてください。お願いいたします。はい、続きまして協賛企業さんですかね、株式会社ブレスの紹介になります。はい、株式会社ブレスさんはビル・マンション共用部を主とした電気工事会社です。なんだ、なんかいろいろ雲起きてる。落ちた。すごいね、今カメラが落ちたり後ろの貼ったのが落ちたりで、ね、ちょっといろいろ多分ね、こう温度のせいもあるんじゃないかな。すっごい今日、ね、エアコンをさっきつけてもらったみたいで、なめちゃめちゃ暑くなって、温度の変化でなんかいろ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 こう室内が おかしくなったような感じ。すいません、もう一回改めます、株式会社ブレスさんはビル・マンション共用部を主とした電気工事会社です。 BS アンテナの新規設置、交換や LED 照明の新規設置など、交換、基本的な電気工事は全て対応可能です。浅草橋にある会社ですが、工事範囲は1都6県、都内、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木となります。はい、さらに詳しくブレスさんを見てみましょう。電気に関するどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。ブレスがトラブル解決いたします。ブレスがお役に立てること、電気工事のラインナップ、電子ブレーカー工事、LED 化工事、非常灯工事、テレビやビーストの工事、電気工事、一式と、ね、もほぼ全てじゃないですか。あとキュービクルとね、あ、キュービクルはね、後ほど説明しますけど、まあ、漏電駆けつけ、急な停電の仮設工事も行っております。急な駆けつけができる会社は貴重ですね。インターホン工事や BS アンダの工事も対応可能です。で、実は、こちらトリガーアズレーフの電気工事や点検、もう全て株式会社ブレスさんにお願いして開局をしております。はい、さらに、高圧電気の点検や工事もやっています。今の点検業者さんの価格を見直したいと思ったらブレスに電話してください。ね、こちら今画像が出ていますけども、一般的に高圧電気の設備はキュービクロといい、こちらの点検も可能となっております。はい、ね、先ほど言いました通り、今のね業者さんを見積もりし直したいと思った方、今無料見積もり価格、無料価格見直し相談受けたまわり中ですので、ぜひご連絡ください。電話番号0358294978です。0358294978です。はい、ぜひご連絡をお待ちしております。いつもね、株式会社ブレスさんありがとうございます。はい、以上ですかね、協賛店様のご案内でした。ありがとうございます。はい、それでは、5つ監督のブライの紹介になりたいと思います。いけますかね。はい、それではブライの方ご覧ください。お願いいたします。おい、はい、来る、来られ、逃げる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 、じゃんけんしようか。組長は一人で行っちゃいました。よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、この大ハードって来月公開するんだぞ。T
店主の野郎閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、釣りはやらない、人の女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる。ワンダルお前三原則一応どうするんじゃ。どうもお前それは日本どんどんじゃ。ゴミあったで結構でもね。欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思います。で、助手席だ。指ないのにね。はい、ありがとうございます。伊豆監督のブライでした。今ちょっとね、いろいろこうまあね、また張り直したりとかいろいろありました。で、伊豆監督のね、あの最後、まあ、12月12日公開となってましたけど、まあ、あの去年の12月12日なので、もう間もなくね1年経ちました。でちょっとね、残念なことにね、多分撮影中はねコロナ関係なかったと思うんですけども、あの、まあ、公開が決まってから多分コロナとかね、もろもろ重なって、ね、劇場に足を運べなかった方もいらっしゃると思いますが、こちらの方が、そうですね、今後の上映予定としまして、すごいね、近日公開予定、もう4月から近日公開予定だ。青森、岩手、山形、福島ね、まだ確定してないんですかね。まあファンの方はね結構待ち遠しいと思いますので、あの日々チェックしてみてください。はい、そして、関東圏の方はねもう公開終わってしまったんですけども、ネットの方でも放送されております。はい、映画ブライがネット配信で楽しめるようになりましたと。ブライ2021年6月1日配信スタート。昭和の時代の片隅、何にも頼ることなく一人で、上やお辱と戦い、世間の眼差しに抗い続けたブライの輩がいた。やがて男は一家を構え、はみ出し者たちを束ねて命がけの裏社会を生き抜いていく。伊豆津和也監督が放つ魂の146分ね。 iTunes、 YouTube、 Amazonヒカリ TV、ビデオマーケット、ツタヤ TV、DMM、J コムオンデマンド、クランクインビデオ、ギャオストア、DTV、ね、こちら配信されてます。まあ、まあ、何かしらね、まあ、ほとんどの今、家の方が、まあ、何かしら、なんだろ、オンデマンド配信というのは、まあ、契約してるんじゃないかなとも思います。まあ、してない方もまだいらっしゃるとは思うんですけどもね。まあ、無料期間もありますし、ぜひ井筒監督ファンの方、ぜひもう一回見たいなという方、ぜひブライの方ネット配信の方で見てください。はい、井筒監督の、冠番組は日曜日13時から放送中です。今後の井筒組とトリガーアズレイフのコラボレーションに目が離せません。こちら井筒監督ファンの方、アズリの方でも放送されてますので、チェックしてくださいとね。はい、ね、まもなく、終わりの方に近づいてまいりましたね。ね、さっきも言ってましたね、オンデマンド配信でね今すごいですよね。僕ね、この何年前かな、グレーテストショーマンっていうのを映画館で見て、すっごいもう感動して、で、まあそれを見て、あ、そういえばシルクドソイルのオーディション受けないとと思って、まあ、応募して、まあそれでシルクドソイルのオーディション受かったんですけども、まあそのね、フランスに、まあフランスオーディションを受けたんです。まあ、飛行機に乗ってる間もちょうどね、飛行機の中での配信が、まあグレイテストショーマンずっとやってる、もうフランス着くまで何回も繰り返して見て、まあ感動してテンション上げていったのを覚えてるんですよ。で、そんぐらい感動したやつなんでね、僕DVD を買って、まあ家で好きな時に見れるようにしてたんですけども、僕んちのまあ、プレステで見たのプレステ2かな、プレステ2がちょっと壊れて、さすがに今もプレステ5出てるのにプレステ2使ってたっていうね。でね、 DVD 今買ってもね、もう結局オンデマンド配信とかあるので、今 DVD も今買わなくなりましたね。よほど気に入ったやつとかでないと。 CD も今買わなくなりましたもんね。 CD ウォークマン持ってる人今見ないですもんね。
CD ウォークマン使ってる人いんのかな。逆になんかね、あのレコードとか流行ってるとかでね、音がいいとか言ってレコードが流行ってるっていうのも聞きますけども、まあでもオンデマンド配信ですよね。やっぱ映画好きは今もうたまん、もうほんとまあ時間ある時はね、僕もよく見てたりするんですけどもね、最近海外ドラマは何見たかな、イカゲームかな、まあ面白かったです面白かったら僕怪獣の方が好きだな、ね、はい、ね、それではね、まもなくまだね大谷選手の MVP も発表されていないと、まもなく発表されますよみたいなこと言ってね、 MVP 発表になるか、8時50分頃結果発表とまあ8時50分がね、あの10分の休憩しまして第2部が始まるんで、まあその間に発表されるかなっていう感じですよね。大谷選手すごいですね。僕野球は、まあ、正直野球興味ないです、はっきり言ってルールがねよくわかんないんですよ。僕は小学校の時にあの野球チームに入って、まあテレビでなんかね、うちの親父は野球大好きだったんでよくテレビ見てて、巨人が勝つと本当に機嫌悪くなって、巨人が負けるとすごい機嫌がいいっていう、巨人さえ負けてくれればいいみたいな、あの父親がねよくテレビ見てて、あ、僕知らなかったな、ランナー一塁にあの走者がいて、あのランナーコーチがまあ休憩中っていうんですか、よくわかんない、あのピッチャー投げるまでの間にランナーコーチが話してるじゃないですか。あれ見て、あの一塁ベースには何人も溜まっていいもんだと思ってて、あの走者が予想の野球チーム入って、僕、まあ、走塁して一塁にいて、次の人も打って、でも僕試しに一塁にとどまったんですよ。で一塁に二人で一緒に走った方が楽しいかなと思ったんですけどね。そしてとどまってたらなんかアウトとかになってその時までルールよく分かんなかったんですね。でも未だにちょっとね、よくゲッツーとかもよく意味分かんないですよね。よく言うけどゲッツーって何なんと思ってゲッツーとか、あとよく数字で言うじゃないですか、246とか246とか言ってね、全然ね、246とか言ったらね、マイク・タイソンの練習とか思い出しますけどね、番号で打つ場所決めてるって、ツーアウトワンプレーで取ること、ツーアウトワンプレーで取ることってどういうことなの、ツーアウトワンプレーっていうのは投げて取って一塁二塁が、そっか、あ、なるほどなるほど、なんとなく分かりました。あ、そういうことですね、ゲッツーってそういうことなんですか。あ、初めて知ったね、多分ね野球詳しい人これ見ててしょうもねえなって言ってるかもしれないですけど、ね、いやもうね、知らないスポーツのルールなんて全然分かんないですよ。だってね、今バレーなんかリベロとかあるじゃないですか、リベロもよくポジション動かなくていいみたいな、たまに、ね、バレエやってますみたいなのあったことあるんですよ。背全然小さくて、なんでバレエやってんの、リベロなんで、リベロなんでどういうことって目が点ですよ、リベロなんでまあサッカーでしか分かんないですよ、リベロはい、ね、まあ今ね皆さん出勤されてたり、ね、小学生が多分遅刻かな、走ってた子が見えますけども、まもなく第1部アズリモーニング終了となります。この後10分休憩を挟んで、9時から第2部の方スタートしたいと思います。9時からは、ゲスト様、てるてる坊主さんでインコ飲食店様、お招きまして、楽しいトーク繰り広げられたらなと思っておりますので、2部の方も引き続きよろしくお願いいたします。それでは一旦、お別れで、また後ほど。